こんにちは、全呼吸法呼吸アドバイザーの椎名由紀です。今日はクリスティンのカフェアスリートのふわふわなオーガニックコットンに包まれて、足の内側全部全部やっていきます。内ももとかね、よく聞くと思うんですけど、内すね、とにかく足の内側全部大変なことになっていきますよ。さあ、それでは早速今日は、乗るだけの M 節なしで、うわこれすごい皮がペロンとなってる、ほら亀みたい、あんま匂いしない、あこの中はいい匂い。さあ、乗るだけの M 節なしでやっていきたいと思います。さあ、それでは早速スタートです。さあ、それでは早速やっていきましょう。どっちの足でもいいので片方の足伸ばして、乗るだけをこう挟みます、もものところにね。で、反対側の足をクロスしてかけちゃう。はい、かけたら下の足をよいしょ持ち上げて、後ろに両手をついて、はい、しっかり足をかけるとね、下の足のももに乗るだけが食い込んでですね、相当きます。で、ここで OK の人はここでストップでいいんですけど、なんかもうちょっと余裕があるなという人は肘をこう後ろに、はい、倒して、で肩こう上がらないようにちゃんと肩を引っ張って振りながらした状態で、はい、息吐きながらこう肘をね後ろに持ってスーッとして、はい、で肘を下げてスーッと落として、これを10回ぐらい繰り返すと肩甲骨周りも緩んで、さらに、内ももに乗るだけがより食い込んでいい感じになります。結構痛いし、もう暑い、ああもうすごいね、巡りってね、こんなにも本当は燃やせるのに日頃何もしてないってことよね。反省。はい、もう10回やったかなじゃあ反対の足にしましょう。熱いのに来ちゃったよ、気持ちよくて。これはい、では反対も行きたいと思います。片方の足伸ばして内ももに乗るだけ挟んで、反対の足クロス、膝上にかけたら痛い、下の足もお膝を立てて、うえー、こんなに違うんだ、痛い、あもうこれでいいや、こっちはで痛いところを硬いところに吐く息を送ります。で、肩がね痛いところシュリックして上がってきたり縮んだりするんで、ちゃんとこう引き上げて、胸は張らないですよ、肋骨はいつでも溝落ちとして、はい、これで痛いところ硬いところに吐く息を鼻からゆっくり静かに送りましょうか。熱い、これだけでも熱い、すごいな呼吸ありがとうね、飲むだけじゃん。ちょっと最近挟むだけが多くなってますけどね、これ本当に挟んでるだけでこんなにも脳に刺激が来るんですね。はい、ゆっくり10呼吸ぐらいしましょうかね。まあ、余裕のある人はまた同じように、はい、肘を後ろに、肘が開かないようにね、真後ろに行くようにします。暑いこんな感じ、いやー代謝すごいわ、はい、なんかもうこれで満足ですけど、ここからですよ、足の内側全部。さあ、それではやっていきましょう。足の内側全部です。横に寝ていきます。肘を、ね、肩の下に置いていただいたら挟みます。ちょっとあられもない姿になるので一人の時にやりましょうで最初にこう膝を重ねるようにして、乗るだけを挟みますけれども、上の膝をちょっと前に出す、そうするとこの内ももでコロコロですね、縦が動いて、はい、リフト、筋肉の癒着を取っていく。で、これ少しずつ下に下げて上の膝だけ前に、
する感じ。下の膝はね、勝手に動いてる感じです。自分で動かしてるわけじゃないですね。はい、あ、この辺になるとまあまあきつくなってきますけども、はい、硬いんだね、この辺はね。硬いところはやっぱり詰まってるところ、痛いところね、固まってるところなので、まあ、まず、そこに人間って痛いと笑うよね。でも笑うと腹式呼吸だからいいと思います。熱っさっきのメッシュのオガリコットのすごい気持ちいいんですけど、あまりの熱さに脱ぎました。痛い、ここはきっと痛いよ。鼻から息を吐くことを忘れずに。でもこれ本当に挟むだけだし、乗るだけだし、このね、膝のお皿の手前ぐらいまで行きましょう。おー痛いよ多分あれですよ、はい、膝をこうやって今度ね、すね、すねもこうちょっと向こうに足をね転がす感じで、多分味わったことのない感覚、多分あなたの感性の扉を開ける感じになってくると思います。こんなに便利な竹をなんで見ないだ、使ってこなかったかしらね。はい。これちょっとね、バスタオル挟んでやると難しそうなんで、ちょっと最初小さめの竹で、今日は M なんですけど、やった方がいいのかなと思います。だいぶね、爪のあたりやりましたけど、またあと自重で自分の足の重さだけでこんなにも痛いのかと感心するほどです。でこっち上の手グッと押さないようにね、もうふわっと、はい、もうなんか寝てますっていう感じの脱力感でやっていきましょう。最後ね、くるぶしの手前まで、はい、骨が骨頑張らないように、骨がここまで、はい、反対いきましょう。はい、では反対いきたいと思います。横向きに寝て、肩の下に肘ですね、はい、両膝ちょっと曲げて、内ももの一番上の付け根のところにまず挟みましょう。はい、そしたら上の膝をちょっとね、こう向いている方向にこうスライドさせるっていう感じかなと思います。はい、この辺はね、まだ軽めというか痛みもあんまりないですが、ちょっとずつこう下ろしていくと、多分来ると思います何が来るか、はい、ああそうですね、この辺からいらっしゃいますよね、うん、なんかすごく熱くなってきて、 お腹が空いてきました。あ、痛い、おー、この辺は硬いですね、やっぱりね、詰まってんだなと思います。だからなんかまだまだ足がもしかしたら細くなるんじゃないかとか、なんかね、老廃物が流れればいい感じになってくるんじゃない。痛いと人間笑います。そして笑うと腹式呼吸、最高ですね、最高です。もう最高の流れのままいきましょう。 Oh very nice。 もうはい、膝を外してすねですね、少しね、膝から下は足を伸ばし気味にした方がいいかなと思います。足とね、乗るだけが垂直になるような感じにして、徐々に下に下げていきます。上のね、足だけ動かしてますよ。手でちょいちょい下に押しながらね、乗るだけを下げていきましょう。本当に熱いな、ただこれだけなんですけどね、本当に巡りが良くなると、もう血流が多分全身に回っていくんだと思います。痛い、ほう、さあ、あなたの初体験もぜひ楽しんで
ていただきたいと思います。水死大死もこれ楽しいなもう、はい、もう楽しんでね。あこのやっぱりすねのね腓骨骨のくっついてるところが一生最後ちょっとね、はい、くるぶしの上ぐらいまではこう一旦体を起こして手で押した方がいいかなと思います。はい、はい、くるぶしの上まで来たらお疲れ様でしたっていう感じです。呼吸を忘れないでね、私喋りながらやってますけど、喋らなくていいですから鼻からゆっくり息を吐きながらやりましょう。はい、だだだだ、はい、そんな感じ。さて、いかがでしたでしょうか。今日は、足の内側全部やってみました。やってることはすごく単純なんですけど結構効きますよ、うん、あと足のこの内側ってね、なかなか自分でアタックがしづらいところだったりもするので、もうそれがただ挟むだけで乗るだけで、ほぐせるっていうのはすごく画期的なことじゃないかなと思います。しかも自分の体重自重でね乗せているので、やること自体はすごくシンプルで楽なんですよね。めっちゃ熱くなりますよやっぱり足の筋肉ってすごく大きいので、そこをね血流が良くなるっていうことは本当に全身巡るんだなというのを、実感しましたね。竹はもちろんですけれども、ご自分の体のそういう、不思議や素晴らしさにも乗るだけを通して、もちろん前呼吸法を通して気づいてもらえたらなと思います。さあ、ということで今回は乗るだけ足の内側全部でした。